菊池舞のこんなんでいいのかよ。女子ラボ菊池ミスユニバースへの道。あとは26日の本番に備えるだけです。ライバルでもありますけれども、仲間として一緒に頑張っていきたいなというふうに思います。私も妥協せずに全力で頑張りたいと思います。いやー悲劇だった。どうしたんですか。いやまず武井 P が寝坊し、それを10分待ってたんですよ。で10分待ってで車乗ったんですね。そしてガソリンないんですよ。でガソリンスタンドお兄さん1人しかいなくて、10分ぐらい待って、それでやっと行ったんですけど、で水戸インターから乗るって言って乗って、スピーチの練習をしていたらいわき方面に乗っちゃって、水戸北で一回降りて、で水戸北からもう一回乗って、でまたスピーチの練習ずっとしてたんですよ。そしたら降りるインター間違えて矢田部で降りるっていう。本当は1時間ぐらい早く着く予定だったんですけど、ちょ時間ないんで、はい、意気込みだけください。もうなんか最初からすごく不安なんですけど、でも私もう本当に全力でここまで来たら世界狙ってるんで頑張ります。切り替えていきましょう。はい、切り替えていきましょう。切り替えていきましょうよっ。自分のヘアとかメイクとか、自分でできることを、やっておいてください。注意事項というか2つほどお願いがあります。今日決勝です。で、マスコミの方も僕らはサポートしたいし守っていきたいと思うので、いくぞ。本気やる気本気菊池でしたっけ。全然緊張してないね。なんか緊張してないですね。なんか雰囲気すごいいいですね。楽しそうな感じが。我々、いや違うです、会場で。会場で我々我々って。30何分くらい始まるので、最後の最後の意気込みをカメラにどうぞ。はい、いやもうここまで来たら茨城の天下を取って、日本の天下を取って、世界の天下を取りに行きます。よろしくお願いしますよ。よよよよ。ミスユニバース茨城。
しミスユニバースになれたら、世界でいろいろなものを見て、自分の言葉で多くの人に伝えられたらと思います。私がミスユニバースになりたいのは、幼少期からの夢である世界で困っている人を助けること、それを叶えたいからです。見た目、そして人としての中身が成長した18歳現在、一体どこまでいけるのか、そんな思いでここまで来ました。私のふるさとから世界中の人々に、私は笑顔というメッセージを力いっぱい発信していきたいと思っています。私にはいろいろな国に行った経験もなければ堪能な英語力もありません。ただ自慢できるものがあります。それは茨城県内のほとんどの市町村に行ったことがあって、そこの地域の人たちとお話をしたことがあるということです。私はそこで出会った人たちがとても親切で優しくて、そして美味しい野菜や果物がたくさんあって、魅力に満ち満ちていると感じていました。なのに日本ではそんな茨城が魅力度が低いということで周知されています。それは非常に悔しいことです。大好きな茨城がこんなんでいいのかよと思っています。このミスユニバースという大きな大会で日本に、そして世界に伝えていきたいです。私が世界に行くのではなく、私が茨城を世界に連れていくという気持ちで臨んでいます。全部終わりましたが、はい、どうですか？いや、もうでも、全部出し切れたような気がします。ほう、逆に見ていてどうでした？全然覚えてないんですよ。エレガントヨガちょっと出なかった気がする。ちょっとやりましたちゃんと再生してくださいね。ちょっと指先にエレガントさんを出すような感じで、はい、流れるように流れるようによって感じで。賞もらえる感じする。あ、でもこれでもらえなくても悔いはないなっていうぐらいまで。昨日の夜確か、はい、私グランプリ取ります、私グランプリしか狙ってませんって言っていたのは気のせいですかね。いや、言ってました、はい、自信は。でもみんな本当にそれぞれがやっぱり素晴らしかったので、それに関してはもう分かんないですね。ただ私の気持ちとしては、自分自身頑張ったから自分自身にグランプリあげたいですよ。でももうみんな一人一人にグランプリがあっていいと思うんですよ。なんで遠巻きな感じ？いや、ね、だってほら大事じゃないですか。みんなやりきったそれぞれの全然ねえピーも誘導してね。いや、まあでもこれはみんな一人一人が多分自信を持ってるんで、私も漏れなく自信持ってます。あとは結果発表が楽しみです。強力な助っ人が来てくれました。私の最大のサポーターであります家族でございます。母だよ、弟だよ。これが菊池家の DNA です。皆さん思い知りましたかよ。それではグランプリの発表の前にトップ7の発表となります。エントリーナンバー1番本田美穂、エントリーナンバー3番富田奈々美、エントリーナンバー9番阿部美咲、エントリーナンバー11番水上恵里奈、エントリーナンバー15番安藤友、エントリーナンバー18番伊藤由里奈、エントリーナンバー19番臼井しおり、
以上がトップ7の皆さんとなります。改めて拍手をお願いいたします。それではいよいよミス・ユニバース・ジャパン2017茨城決勝大会グランプリを発表いたします。グランプリは全然悔いはないです。ありがとうございました。応援してくださって。よーよう。驚きと嬉しさでもう感謝感激でいっぱいです。表彰の時にすごく感じたんですけれども、私もトップ7だったりだとか、準グランプリが発表される時もそこからうるうるしてしまって、あ、今回のビューティーキャンプっていうのはテーブルマナーとかピラティスとかももちろんいろいろなことを学ばせていただいたんですが、それ以上にやはりファイナリストとの絆だったり、いろいろなつながりができて本当にミス・ユニバース茨城に受けてよかったなと感じました。絶対勝たなきゃダメだなと本当に思いました。今までたくさん準備はしてきたんですけれども、県代表が集まる大会ですので、さらに気を引き締めて磨きをかけ挑んでいきたいと思います。ファイナリストお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。かける言葉もなくなってるじゃないですか。なんかなんか言ってください。ねちょっと悔しいですね。私はもう後悔ないですとか言ったんですけど、そうだよね、発表される前に、ね、ちょっと取材させてもらった時には、ね、後悔はないです、グランプリ取れなくてもって言ってたけども、順番で呼ばれていって、トップ7呼ばれるじゃないですか、うん、7番吹っ飛ばされた時のあの、シューっていうのエントリーナンバー9番シューっていうのもうたまらなかったです。7人の中に呼ばれなかったことで、わしの試合は終わったって思いました。わしでも今日今回どうだった決勝は。あ、楽しかったですね、うん、なんか高揚感がすごくあって、うん、ああいうのって経験したことがないので、うん、いい経験になりました。あと1年やれるんですよ、年齢的に。うん、そう、年齢的に。いや、これ悔しいですから、次はもう本当に頂点狙っていきましょう。じゃあ来年もエントリーへ。今日じゃねえんだそこ。はい、エントリーするよ。はい、え、2017ミスユニバースジャパン茨城大会に出ます、出ます、出ます。ここ旧知が引退した後の前に言われたんです。こういうキャラが本当にそうですね。なんとで、なんと答えたらいいのかな。ヘボリーヘップバーみたい、ごめんなさい、言い過ぎだろ。ちょっと大人セクシーな感じのを抑えておきました。まさかようやりますよ。やります。さすがにチキチさんの TPO という言葉わかります。
厳選なる審査の結果、はい、第二次選考を通過されましたことに。嘘やった二次審査を合格されたかったキュンキュン。